田恭子さんと結婚秒読みと噂されず実業家の杉本博之さんですが、離婚歴2回というのが少し気になるところですね。2回目の結婚相手は韓国女優のオセジョンさんで、韓国ではトップ女優として数多くのドラマに出演しています。そこで杉本博之さんの前妻、元嫁の韓国女優オセジョンさんについて、2度の離婚理由は負債が原因との真相を掘り下げていきます。目次、杉本博之の前妻、元嫁は韓国女優オセジョン。杉本博之の前妻、元嫁は韓国女優オセジョン。杉本博之とオセジョンの馴れ初めは、杉本博之の離婚歴は2回、理由は自己中な性格。杉本博之の離婚歴は2回、1回目の理由は自己中な性格。杉本博之の離婚歴は2回、2回目の理由は女関係。杉本博之のウィキプロフィール、経歴、生い立ち。杉本博之のウィキプロフィール&経歴。杉本博之の生い立ちが泣ける。まとめ、杉本博之の前妻、元嫁は韓国女優オセジョン。杉本博之の前妻、元嫁は韓国女優オセジョン。杉本博之さんには2回の離婚歴があり、2回目の結婚相手は韓国女優のオセジョンさんで、本名はキムヤンヒ、サンデプサン出身です。杉本博之離婚歴と前妻韓国女優、名前、オセジョン、本名、キムヤンヒ、誕生日、1975年2月27日、身長、165センチメートル、趣味、音楽鑑賞、学歴、東義科学大学、デビュー、MBC タレント24期、職業、女優、杉本博之さんとオセジョンさんは、2011年に結婚し、2016年に2年間ほど別居生活後、2018年11月に離婚しました。お二人の間に子供、娘、が一人いるようです。バル、オセジョンさんは韓国の人気ドラマに主演歴もある女優で、韓国版、ロミオとジュリエット、とも言われる、ドラマ、愛してよかった、で主演を務めました。このドラマは日本でも人気ドラマとして知られていますね。杉本博之離婚歴と前妻韓国女優、私もドラマ、愛してよかった、を見ていた一人なので、あのオセジョンさんと杉本博之さんが結婚しているのは本当に驚きしかありません。杉本博之とオセジョンの馴れ初めは、オセジョンさんの笑顔はとても明るく印象的なので、多忙を極める杉本博之さんにとって大きな癒しだったと想像します。杉本博之さんとオセジョンさんはどうやって知り合ったのか気になりますが、馴れ初めや出会いは明かされていません。国際結婚ということで言葉の壁も気になるところですが、オセジョンさんは特技が日本語なので言葉の壁は少なそうですね。とはいえ、オセジョンさんにとって異国の地で暮らすことは、相当な覚悟を持って杉本博之さんと結婚したと思います。バル、オセジョンさんは2016年頃から別居状態にあり、その後は2年近く協議離婚を重ねて2018年に離婚に至りました。杉本博之さんとオセジョンさんの結婚生活は実質6年ほどで、離婚原因に次の見出しで詳しく説明しますが、女性関係だと言われています。杉本博之の離婚歴は2回、理由は自己中な性格。杉本博之の離婚歴は2回、1回目の理由は自己中な性格。
杉本博之さんは2005年に一般女性と結婚していますが、2008年頃に一度目の離婚をしています。バル・レッドでは、杉本博之さんは1回目の結婚について、子供が欲しくて結婚した。結婚して子供ができたら自由が欲しくなった。離婚して子供と離れたら、子供が恋しくてたまらない。と語っていたとの情報があります。バル、このことから、杉本博之さんの1回目の離婚理由は、自己中な性格によるもの、と思いますよね。杉本博之離婚歴と前妻韓国女優。しかし、実は、離婚理由は2008年のリーマンショックの影響で会社が業績不振に陥ったことで、奥さんに苦労させたくなくて、杉本博之さんから離婚を切り出したとのことです。バル、杉本博之さんは2009年に400億円もの負債を抱えてします。民事再生法を適用するまで追い込まれていました。この頃は東京青山のタワーマンションに住んでいましたが、会社の経営状況が悪化していき、恵比寿の安いマンションに引っ越していますね。バル、奥さんに数十万円も渡していた生活費も数万円になるなど、目に見えて杉本博之さんの家庭も厳しい状況に置かれていきます。杉本博之さんは毎晩というほど飲み歩く日々が続き、家では夜中に悪夢でうなされる姿を見てきた奥さんの心も限界を迎えたようですね。バル、ある日のこと奥さんの方から離婚届を差し出し、奥さんの離婚の意思を杉本博之さんも離婚を了承したと言われています。バル、杉本博之さんは幼少期に父のせいで苦労した母を見ていることもあり、自分の奥さんには母と同じ思いはさせないと考えたそうです。バル、夫婦でいれば奥さんにも重い負担をかけるかもしれないと、あえて奥さんのために離婚したのは本当に辛いですね。奥さんと2歳の子供の将来を考えての離婚の選択は辛い決断で、杉本博之さんも立ち直るまで相当な時間を要したのは容易に想像できます。杉本博之の離婚歴は2回、2回目の理由は女関係。杉本博之離婚歴と前妻韓国女優、先ほども紹介しましたが、2回目の奥さんはオセジョンさんです。2度目のオセジョンさんと離婚理由と言われているのは、杉本博之の女性関係、オセジョンの韓国のビジネス、子供に対する価値観の違い、と言われています。バル、オセジョンさんが韓国でビジネスをしたかったのですが、杉本博之さんは子供を欲しいという気持ちが強かったそうです。オセジョンさんは女優業を再開させたいとの気持ちで価値観の違いがありました。バル、またオセジョンさんが杉本博之さんの浮気を疑っていて、杉本博之さんの会社に浮気していないか探りを入れていたとの情報もあります。バル、小さな価値観の違いの積み重ねが離婚理由の大きな原因となり、二人は協議離婚の末に離婚したというのが真相だと思います。杉本博之のウィキプロフィール、経歴、生い立ち、杉本博之離婚歴と前妻韓国女優、杉本博之のウィキプロフィール&経歴。名前、杉本博之、杉本博之、生年月日、1977年6月25日。出身地、神奈川県川崎市、身長、180cm、趣味、筋トレとワイン、特技、ラップ、こだわり、
人とのゴミ取りを大切にする。休日の過ごし方、ぼーっとする。好きな食べ物、アンブレラのカレー。座右の銘、一流のインテリジェンスとは、一見相反する二つの考え方を一つの脳に同居させること。職業、起業家。杉本博之さんは高校卒業後は専門学校に進学し、宅建取引士の資格を取得し、住宅販売会社に就職しています。住宅販売会社で3年目にはトップのセールスマンになり、その後24歳の時に株式会社 S グラントコーポレーションを設立しました。バルデザイナーズマンションの販売が好調で会社は急成長し、26歳の頃には年商70億を稼ぎ出す熱血社長として注目されていますね。2005年に名古屋証券取引所セントレックス市場に上場を果たし、不動産業界として史上最短、最年少記録を打ち立てました。バル、2008年のリーマンショックの影響で会社が業績不振に陥り、2009年の負債額は400億円にも及びます。しかし、その後無事に逆転して、現在は年商200億もあると言われています。杉本博之の生い立ちが泣ける。杉本博之さんの父親も不動産会社を経営していましたが、杉本博之さんが3歳の頃に会社は倒産し、母親のパート代で生活していたそうです。バル、そんな母親も杉本博之さんが中学生の時に胃がんで他界し、定職に就かない父の生活保護でなんとか生活する日々を過ごしています。バル、しかし父親は生活保護のお金も使い果たしてしまい、杉本博之さんと父親は口論になり、杉本博之さんは父親に包丁で腕を刺されたそうです。バル、その時にこの生活から抜け出したいと決意したことが、杉本博之さんのハングリー精神を養い成功につながっていますね。